道に迷っちゃったし、考え直してくれたうん、は、はやちょっと付き合ってくれるだけでいいんだけど、ダメかしらんさ、さっきも言いましたけど、これ以上私に付きまとうと、公務思考妨害で逮捕しますよそうじゃあどうせ捕まるのなら、少し強引にやってみようかしらな、なんでそうなるんですか

そんなに嫌がるの嫌がるってそんなの当たり前じゃんどうかしたそそれパンダですかあ,あこれそうよ名前はラオチュかわいいでしょう生きてるんですねええ珍しいとは思うけどそれがどうかしたあああの。 さっきの話ですけどさっきのその服を私に着せたいっていう話その気になってくれたい,いえあのそういうわけじゃないんですけどそその子に触らせてくれるならか考えてあげてもいい,いかなってほんとよかったじゃあうちに行きましょうか でもその前にそんなやぼったい格好で歩かせちゃんかわいそうだものねな,なんか恥ずかしいですすぐになれるわさあ行きましょうはあ <laughs> そんなに気に入ったうちの常連患者さんにやたらと服をくれる方がいるのよでもサイズが合わない服も多くってね さんにジャストフィットの服もいっぱいあるからいろいろと見つくろってあげるはいはーちょっと待っててね取ってくるからはいはあ